な聞こえないと思う。なんか不思議な感じですね。不思議な感じです。まだか始まります。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後2時を回りました。この時間は健康情報番組生き生きライフをお届けします。この番組は市民そしてリスナーの皆さんが心も体も健康で元気な生活が送れるよう、ギノワン司法、新聞記事、専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくことが目的です。お相手は FM ギノワン今西めぐみです。この番組では健康や福祉に関する疑問・質問・ご意見などメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャス、サイマルラジオでネット配信も行っています。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。サイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聴くことができます。 FM ギノワンのホームページや無料アプリリスンラジオにてお聞きください。それではまずはじめにギノワン市からの情報をお届けします。FM ギノワンから健康情報番組生き生きライフをお届けしています。まずはじめに司法ギノワン健康福祉だよりからお知らせをお伝えします。出前健康講座希望グループ募集のお知らせです。保健師、栄養士、運動指導士が皆様のところへ伺い、健康づくりのための講座を行います。地域の集まりや職場、サークル活動などにぜひご活用ください。対象は運動制限のない宜野湾市在住または在勤の方、なお人数は要相談です。日程は平成31年3月29日まで、場所はグループにて確保、受講料は無料です。申し込み方法は電話または窓口にて予約を行ってください。メニューは1、生活習慣病予防と食事のバランス、2、肥満解消とながら運動、3、メタボリックシンドロームの予防解消、4、簡単筋トレでパワーアップとなります。申し込み期間は希望日の1ヶ月前までにお申し込みください。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。続いてメタボ予防運動教室のお知らせです。日時は6月6日水曜日10時から11時、そして6月15日金曜日14時から15時となっております。当日受付、問診、血圧測定などを行いますので15分前までにお越しください。場所は保健相談センター。対象は宜野湾市民で運動制限のない方。内容はストレッチ、筋力トレーニング、有酸素運動、運動に関する講話などが行われます。持ち物は動きやすい服装、室内シューズ、飲み物です。参加費は無料、当日受付となっております。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。続いてスクエアステップリーダーの
養成研修受講者募集のお知らせです。高齢者の転倒予防、要介護予防、認知機能向上のため、成人の生活習慣病などに効果のあるエクササイズであるスクエアステップを広めるリーダーの養成研修です。日程は全5回、7月8日日曜日、7月15日日曜日、7月22日日曜日、7月27日金曜日。7月27日は10時からの講座と13時からの講座となります。この全日程、参加できる方となります。会場は宜野湾マリン支援センター2階、対象は宜野湾市内在住の20歳以上の方で、講座終了後に地域活動に参加できる方、募集人数は20名です。参加費は無料、申し込み期間は6月4日月曜日から6月22日金曜日までです。申し込み方法は電話または窓口にてお申し込みください。お問い合わせは介護長寿課内線183番または529番までお問い合わせください。以上、宜野湾市からの情報をお届けしました。コメント入ってますね。ブルガリさん、コメントありがとうございます。ラーメンの配達はしてもいません。出前講座ね。ご近郊の方は特定検診受けてくださいよ。なんかやり取りが聞こえにくいんですけど、こんな感じ。音ちっちゃいですか？あ、ちょっと大きくします。今西さんの？うん。あ、うん。大丈夫ですか？ありがとうございます。こっちに出てるんですかね？こっちかもしれないですね。後ろも見てますね。私たちが後ろ座ったのも見えてたんだ。恥ずかしい。そう、後ろ見えてる。FM 宜野湾より健康情報番組いきいきライフをお届けしております。さあ、続いてはゲストのコーナーです。毎週健康に携わる素敵なゲストさんお招きしております。本日も素敵なゲストさんをお迎えしておりますので、ご紹介いたしましょう。それではですね、お一人ずつマイクに向かって自己紹介お願いします。こんにちは、宜野湾市保健相談センターで健康指導係にいます下地です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、はい、こんにちは、私同じく宜野湾市保健相談センターですね、で未受診者対策をしております看護師の上里と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日は保健相談センターからお二人お招きしております。よろしくお願いします。さてですね、5月に入りまして、もうね、平成30年度のまた検診始まっております。平成30年度の、特定検診とがん検診がスタートしたということで、今回改めて特定検診の狙いをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、一言で言うと、特定検診は、はい、高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病を早く発見し、また心筋梗塞や脳梗塞、腎不全など悪くなって体や生活へ大きなダメージを受けてしまうことを予防するために、内臓脂肪、はい、お腹の中にあるですね、はい、この脂肪なんですけど、この内臓脂肪に着目した健康診断です。はい、皆様が受けていただいた検査結果をもとに、生活習慣を見直すための保健指導を行って、糖尿病や高血圧など病気の予防や重症化予防を行うことで、医療費の増大に抑制をかけ、また必要な時に誰でもどこでも保健医療が受けられる国民皆保険制度の維持を
目的としております。なるほど、そうなんですね、はいはい。メタボ検診と聞いていますが、生活習慣病とどのような関連があるのでしょうか。はい、生活習慣病は読んで字のごとく、はい、食べ過ぎ、はい、飲み過ぎ、運動不足、あとタバコを吸うことですね、はい、あとお酒の飲み過ぎなど、うん、もう生活でも日頃皆様が行っているこの習慣が積もり積もって病気の原因となります、はい、ですので若い世代からですね、このような生活習慣を続けていると、まあ、肥満の方にもなりやすくなりますし、はい、また肥満になるとお腹もボンと出ますですしね、肥満細胞っていうのがあるんですよ、はい、から出るなんか悪いホルモンになんか似た物質みたいなのが出てくるんですね。その影響もあって高血圧、糖尿病、高脂血症など、はい、よく皆様が聞いたことある病気だと思うんですけど、はい、そのような生活習慣病を誘発します。で、まあ、生活習慣病のもう初めのうちはですね、はい、もう症状がもうほとんどないので、はい、分かんないんですよ。うん、それでこう検診受けることでですね、はい、まあ、内臓脂肪に、まあ、着目した検査項目を確認し、生活習慣をまた改善していただくことで、そういった病気の発症予防につなげていくということですね。はい、そういうことなんですね、はい、今ツイキャスの方でコメントいただいたんですが、ブルガリさん、はい、タバコもダメなんですか、ね、来てるんですか、ね、ダメです。喫煙もね、ダメです。病気の原因になる、はい、そうですね、はい、本当にタバコには何百何種類かなんかのいろんな化学物質が入っていて、はい、寿命も何年かも何十年かな10年か何十年かも縮まるっていうのもね、よく聞きますよね。本当にタバコ会社の方には申し訳ないんですけど、はい、ね、本当にやっぱり病気を作る本当の元かなと思うのでちょっと、はい、そうですね、気をつけていただきたいなこちらも、ね、と思いますね。ね、はい、生活習慣病の原因の一つとなるので、はい、そうです、血管の方にも悪影響を与えますので、はい、それがちょっと危ないですね。はい、はい、ということですね、はい、特定健診では、どんな検査を行うんでしょうか。そうですね、身長体重とかですね、先ほども申しましたお腹周りですね、うん、ここの方を測定しますね、はい、まあ、1センチと体重1キロ、うん、イコールだそうですね。1センチと体重1キロ、はいはい、ですからやはりお腹も周りも見て内臓脂肪がなんか計算できるそうなんですね、はい、本当 CT でしたいんですけど CT では分かるんですけど、うん、CT 取るようなあれもないので、うん、まあ、そこで腹囲も測ってということで内臓脂肪を見ているということですね、はい、またあと血圧測定、はい、血液検査ですね、はい、でおしっこの検査、はい、医師の診察があります、はい、で体への負担も本当に少なくですね、はい、ちょこっと痛いのは採血ぐらいなので、はい、そうですね、はい、もう侵襲もそんなにないんですよ。で検査自体も30分もあれば終わる簡単な検査ですんですね、はいはい、また宜野湾市ではですね、がん検診も合わせて受けられるようになっておりますので、はいはい、今2人に1人はがんになるって言われているんですね、うん、なのでやはりもう予防しかないんですよ、がんは、はい、なのでやはり胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん検診を設けておりますので、うん、それも合わせて受けていただいていきたいなと思いますね。宜野湾市は特定検診も低いんですが、がん検診の受診率も低いので、ああそうなんですか、なんとか、はい、合わせて受けていただきたいなと思っております。はい、芸能人の方でも、はい、こういった早期発見でがんが見つかったっていう、ね、ニュースもよく聞きますし、はい、こういった検診で見つけるっていうのは本当に大事かと思います。そうですね、はい、でこの特定検診なんですが、健康確認のためにも毎年受けないといけないなと思うんですが、はい、どこで受けることができますか。はい、宜野湾市ではですね、はい、病院などで、はい、医療機関で行う個別検診とですね、はい、あと市役所とか公民館とかで、はい、行っている私立体育館でもやってますけどね、はいはい、集団検診があり、まあ、どちらか一つを選択してどっちでもいいですね、はいはい、どちらかで、はい、受けていただいております、はい、1回しかちょっと補助がないので、はい、1回 どちらかで受けていただいて、はい、無料で受けていただくことができます、はい、で検診費用は、まあ、7000円相当なんですが、それはもう市の負担ですので、うん、もう毎年無料でですね
健康チェックできますので、まあ、年に一度お得な健康サービスということでですね、多くの市民に受けていただきたいなと思っております。本当ですね、はい、7000相当が無料で受けられるので、そんな素晴らしい検診はないと思っております。本当に素晴らしいですね、はい、皆さん受けていただきたいですね、はいはい。さて、受けやすい場所を選ぶことができて無料っていうふうに聞くと気持ち的に受けてみようかなと思いますよね。では検診の受け方教えてください。はい、国民健康保険や社会保険加入者、また生活保護を受給している方など受診する際に必要な受診券が異なります。はいはい、受診方法としてはまず最初に受診券また保険証を準備お願いします。はい、で次に受けたい医療機関かまた集団検診の方へ予約を入れる流れになります。はい、で最後に検診会場に行っていただくというこの3つのステップとなっております。はい、で予約につきましては医療機関ご希望の方は直接医療機関の方へ、また市役所や体育館、公民館など集団検診をご希望の方は宜野湾市保健相談センターへご連絡をお願いいたします。はい、平日の受診が可能な方はぜひとも医療機関や公民館、また週末土日に受診希望の方は市役所や市立体育館の日程をお勧めいたします。はい、受診券と保険証を持参するということなんですが、受診券はもう皆さんのご自宅に届いてるんですよね。そうですね、はい、国民健康保険者の場合であれば、はい、保険証の下の方に、まあ、一体型となって、うん、受診券が一体型となっております。はい、ついてます。またそれ以外の方は、いろんな三つ折りのタイプでですね、はい、オレンジの封筒であったり白い封筒に入ったものが、はい、皆さんのご自宅にもすでに届いているかと思いますので、はい、こちらを持って、まあ、まずは中身を確認していただきたいなと思っております。はい、こちらご確認ください。よくわかりました。特定健診は、市民の健康を守る良い制度ですが、残念なことに受診者が少ないということをお伺いしました。宜野湾市の受診状況や健康状況いかがでしょうか。はい、平成28年度の沖縄県内41市町村の平均受診率は 39.4% なんですけれども、はい、残念ながら宜野湾市は 34.3% と県内最下位ということになっております。最下位なんですね。はい、なので私たち宜野湾市の方も多くの市民の健康確認ができていないのが現状です。はい、宜野湾市の健康状況として、はい、1ヶ月の国保医療費のうち3割約2億にあたる部分なんですけれども、はい、こちらがもう生活習慣病、先ほど説明しました高血圧、糖尿病、高脂血症など、まあ、そういう生活習慣病にかかる医療費を約2億 1ヶ月で2億占めているということで、はいはい、でまたさらに年間死亡割合の半数がこういった生活習慣病が要因となってお亡くなりになっている状況です。また働き盛りの世代である65歳未満の死亡者も県内の平均よりも高い状況というのが、まあ、残念な、はい、今の宜野湾市の健康状況となっております。そうですね、今後多くの市民が特定健診を受診し生活習慣の改善、予防できる病気の発症予防に取り組むことで医療費の膨大増進につながります。市民の皆様が健診を受けることで次世代まで国民健康保険制度の維持につながりますので、まずはもうご自身の健康と、また次の世代へ医療体制をつなげる社会貢献という意味でも、たくさんの方に特定健診、またがん検診も受けていただけるように、本当にご協力をということでお願いしに参りました。はい、はい、皆さんご協力よろしくお願いします。本当にびっくりですね。宜野湾市の健康状況として2億円ほど、生活習慣病、そうですね、一月で2億ですね。一月で、はい、それぐらい医療費かかってるっていうことなんですね。はい、ですね、ブルガリさんからコメントで高脂血症どんな病気なんですかとコメントが来ているんですが、高脂血症はですね、はい、まあ、食べる食事であったり、まあ、カロリーを取りすぎてまた使う量がなかなか収支が合わない場合に、はい、まあ、体の中に中性脂肪であったり、うんうん、またコレステロールもいいものと、ね、悪いものというか良くない
影響を与えてしまうものと、うん、まあ、体に、まあ、必要なものではあるんですけれども、はい、それが高くなってしまうことで、はい、血管を傷つけてしまって、またいろんな大きい血管で詰まりを起こしてしまうと、うん、脳梗塞とか心筋梗塞とか、そういう大きな聞いたことのある大きな病気を引き起こしてしまいますので、はい、まあ、ただ高脂血症と言われた時にはどこも痛くないっていうところが、ね、皆さん意識できないというか、すぐに病院につながらないっていうところではあるんですが、やはり怖い病気だと私たちは、はい、見ております。本当ですね。あとちなみに生活習慣が長続きするコツって何かありますか、はい、ということですが、はいはい、まず特定健診を毎年受けることですね。なるほど。で、先ほど何度も言うように自覚症状がないので、はい、まあ、高脂血症ってね、先ほどだったんですけど、中性脂肪とか、うん、悪玉、善玉、コレステロールとかありますよね、はい、そういうのってやっぱり測らないと数値とか分かんないので、自分では分からないですよね、はい、それを見ないと通信簿なので、はい、自分が正常値なのか、それとももう良くないのかっていうのを見ないと生活習慣病って改善できませんよね。確かに、はい、そうですね。なの で血糖値とかもし、ね、高かったら食事甘いものを控えるとか、うん、中性脂肪高い方も甘いものを取りすぎなので、うん、甘いものを控えるとか、はい、自分の改善をするためにはやっぱり検診の検診受けないとデータがないの で、 そ、 うですよね、その根拠が、体重も測らないといつまでも太ってしまいますしね、はいはいはい、でやはりなんていうの、ゴムのズボン着てたらいつまでも太りますでしょだからたまにスカート着ないとやっぱりウエストがどんだけ太ったとか分かんないんですよ私なんか、はい、だからこういうやはりなんかこう検診受けて見返して、うんうん、自分の習慣が何が悪いのかっていうのを、食なのか運動なのかタバコなのか酒なのかっていうのを自分で分からない場合はですね、地区の保健師が保健指導をしますので、こういった今、はい、たくさんブルガリさんありがとういろいろ質問来てるんですけど、はい、こういった人も研修受けた方がですね、希望すれば保健指導もブルガリさんだけに30分時間とって、すごいワンツーマンで無料でやりますので、そうなんですね、ブルガリさん受けてくださいぜひそれは嬉しい制度ですね、はい、ということでもうたくさん細かくこの検査データを見て一人一人に合った指導っていうのがやりますので、なるほど、はい、やはり研修受けないとでも、うん、そうですね、きっかけっていうのがなかなか、いい生活習慣を長続きするコツっていうのは、うん、まず自分の体をチェックして、うん、数値を自分で確認をして、はい、でどうしたらいいのかっていうのを、うん、その時に保健師さんだとかに相談をして、はい、栄養士もいるので、栄養士さんもいらっしゃる、はい、食生活の改善とかやっぱりしてくれるので、うんうんうん、やっぱり中性脂肪なり、あと血糖値が高い方っていうのはほとんどやっぱり甘いの取りすぎなんですね、はい、なのでこういったものを控えてこういったものを食べた方がいいですよとか、うん、そういうのをやりますので、まず自分の体を見直す、はい、ということですね、はい、そうですね、まず検診でお願いいたします、はい、ありがとうございます、はいはい、井上の皆様ぜひ検診受けてくださいね。それでは最後に、集団検診のお知らせお願いいたします。はい、6月8日金曜日に我如古公民館、6月10日日曜日に宜野湾市役所で集団検診を行います。予約を受け付けておりますので、宜野湾市保健相談センターにぜひともお電話ください。メール、ファックスでもお申し込み可能です。詳しくはご自宅に配布されました検診ガイドブックをご参照ください。特定検診受診へのご協力、皆様よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで本日は、保健相談センターより下内さん、そして上里さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間にエンディングの時間です。ブルガリさん、コメントありがとうございました私保健師独占やなということでそうなんですよ、そうなんですよ、ぜひ直接相談していただくこともできますので、宜野湾市の皆さん、まず検診受けていただいて、そしてご相談いただければと思います。よろしくお願いします。さて、あっという間ですが、かわいいです、今日下地さんと上里さん、ありがとうございました。
この番組は心も体も健康で元気な生活が送れるよう健康や福祉に関する情報を発信していく番組です。随時皆様からのコメントお待ちしておりますので、今回の放送で気になったことがあればお気軽にご連絡ください。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。それではまた来週水曜午後2時にお耳にかかりましょう。お相手は FM ギノワン今西めぐみでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。